スザンナ・ホール1649年7月11日は、ウィリアム・シェイクスピアとアンハ・サウェイの長女で、ジュディス・クワイニーとハムネット・シェイクスピアの姉であった。スザンナは1607年に、地元の医師であるジョン・ホールと結婚し、翌1608年には、娘のエリザベスが生まれた。エリザベスは1626年4月22日に、ストラトフォードイコールアポンイコールエーボンの、 ホーリー・トリニティ教会で、アンソニー・ナッシュの息子のトマス・ナッシュと結婚した。スザンナは3位一体の手術に、ストラトフォードイコールアポンイコールエーボンの、ホーリー・トリニティ教会で洗礼を受けた。1583年5月26日のことで、あった。シェイクスピアと妻のアンが結婚した時にはすでにアンは、スザンナを妊娠していた。スザンナという名前は、 ダニエル書のスザンナと長老たちの話に由来しており、潔白や清らかさを意味し、それはピューリタン的な価値観に訴えるものであった。ストラトフォードの教区に初めて、スザンナという名前が登録されたのは1574年であり、スザンナという名前はまだかなり風変わりではあったが、その年の春に生まれた他の二人の子供にもその名が付けられた。 電気作家のピーター・アクロイドによると、それは危険なほど結婚の悪い側面に近しくして生まれた子供にとっての美徳を主張していたのかもしれない。スザンナはストラトフォード・アポン・エイボンで年下の兄弟である双子のハムネットとジュディスと一緒に育った。当時のストラトフォードの学校の記録は存在せず、またキング・エドワード6世イスクールは男子校であったため、 スザンナが受けていたであろうあらゆる教育は個人教授を通して彼女の家族から受けていたようである。現存する二つのサインからスザンナが彼女自身の名前を書くことができたということがわかる。ジョンとスザンナは1616 16年までストラトフォードのホールズクロフトに住んでいた。1607年6月5日、スザンナは地域で尊敬されている医師であるジョンホールと ホーリー・トリニティ教会で結婚した。当時スザンナは24歳、ジョンはおおよそ32歳であった。シェイクスピアは1602年に買ったオールド・ストラトフォードの土地のうち105エーカーもの土地をおそらく終身権益は残して持参金としてスザンナに与えたということがいくつかのわずかな証拠から明らかになっている。ジョン・ホールの患者の事例研究セレクト・オブザーベーションが 彼が死んだ22年後の1657年に刊行された。地元で最も早い症例は1611年に記録されたもので、これによってジョンは少なくとも結婚生活はストラトフォードで暮らし、仕事をしていたことがほぼ確実になっている。1608年2月21日に彼らの一人娘であるエリザベスはホーリー・トリニティ教会で洗礼を受けた。 二人の間に他に子供はなく、ジュディスの子供はシェイクスピアが死んだ後で生まれたため、エリザベスはシェイクスピアが知っている唯一の孫となった。1613年6月、ジョンディーン・ジュニアは、スザンナがレイフ・スミスという服飾小間物商人と不倫をしたとして、スザンナを非難した。そして、スミスから性病を移されていると主張した。地元で主導的なピューリタンであったホールは、 レインに対してピューリタンの教区牧師のトマス・ウィルソンを支持した。レインは後にウィルソンに反対する暴動に参加しており、スザンナに対するレインの中傷は政治的な動機によるものであった可能性がある。7月15日、ホール夫妻はウスターの主教官区裁判所でレインに対して名誉毀損訴訟を起こした。ロバート・ホワット・コットは3年後に シェイクスピアの遺言の証人になった人物であり、ホール夫妻の側に立って証言をしたが、レインは現れなかった。レインは名誉毀損罪で有罪となり、破門された。1619年にレインは、教区牧師と地元の三次会員を非難して、再び名誉毀損で訴えられた。彼は、法廷で、しつこい酔っ払いと呼ばれた。シェイクスピアが1616 16年4月23日に、 死んだ時に、彼は入念な原始相続の中で財産の大部分を、スザンナと彼女の男性相続人に与えた。シェイクスピアの主要家屋、ニュープレイス、ヘンリーストリートにある彼の二つの家、ストラトフォード周辺の様々な土地、葬儀費用や負債などを支払った後に残る、様々な物品類がスザンナとその夫に依存された。スザンナが亡くなった場合はその息子に財産が、 渡るるようになっている息子が生まれなかったり、息子が死んでしまったりした場合、財産はスザンナの娘のエリザベス・ホールと彼女の男性相続人、ジュディスと彼女の男性相続人、または生きている法律上の相続人である人のもとへ行く。シェイクスピアはホール夫妻を遺言執行人として選び、ジョンホールは1616 16年6月22日に遺言を兼任した。 スザンナは66歳で亡くなり、ストラトフォードのホーリー・トリニティ教会の彼女の両親の隣に埋葬された。スザンナの唯一の子女エリザベスは、トマス・ナッシュと死別した後、ジョン・バーナードと再婚したが子供を設けていない。トマスとの間にも子女はない。よって、ジョン・スザンナ夫妻の血筋は途絶えている。加えて、スザンナの妹ジュディスが夫、トマス・クワイニーとの間に設けた。 男子3人はいずれも未婚で子女を設けることなく20歳までに創生したため、スザンナの父シェイクスピア、母アンの血筋もエリザベスの死去によって断絶している。なお、スザンナの弟でジュディスの双子の兄であるハムネットは1596年に11歳で溶接している。このハムネットに関して研究者の間では、シェイクスピアの儀曲ハムレットとの関連を指摘する者もいる。 スザンナの父シェイクスピアが名付け親になった人物に17世紀の詩人、劇作家でマクベスの改作などを執筆したウィリアム・ダベナントがいる。ダベナントの父親はクラウンテイという宿屋を経営していて、シェイクスピアはロンドンとストラトフォードを往復する途中でよく立ち寄っていた。そのため、ダベナントはシェイクスピアの死生児だという噂が広まった。これが事実であれば、 ダベナントは、スザンナの23歳違いの異母帝にあたる。また、ダベナントには、チャールズ、ウィリアムの西がいる。チャールズには、フランセスという妻がいたが、子供は確認されていない。また、ウィリアムも23から24年の生涯で再会し、子女を設けたとする記録もない。2016年の連続ホームコメディアプストと苦労で、ヘレン・モンクスによってスザンナが演じられた。 ありがとうございます。